ゆっくりしていってね。格の違いをお見せしますわ。この人め、おっしゃ行くぞ。始まりました。今回の第1試合の相手はカリンです。最近カリンのシャガン中 P めっちゃ強くね。思っているはずです。いい感じですね。完全に勝ち画面端キープです。あら、画面端でのジャンプはいかに勝っておいて障害ですね。最後の狙いに先を仕掛けることができます。この画面端タイプがしっかり強いです。わいわい。ラウンド2です。このラウンドも早くてもめっちゃ使った振り込みたいです。あ、肌を崩されちゃった。中断は出せませんね。無常室よく肌に成功しました。ゾーン先に入ります。このコンボは通り先のに番構えになります。本当は通常投げをしましたが、抜けられる可能性があるので、あまりやらない方がいいのですが、回復のための攻めの選択肢です。少しでもダメージを与えていたらガルシー一択ですね。このように2回じゃんけんに勝つだけで逆転できます。いかがでしょう？来いよ、熱くさせてやるぜ。あたしが出なくちゃ始まらないだろ。第2試合の相手は天才の剣です。適当に間隔を空けて技を見ていきましょう。技を連続使用はするかとバレて簡単に負けてしまいますからね。あ、技の選択間違えた。ここは後ろに目をやめてればいけないのですが、落ちていないですね。絶対に出した技に全然合わされてしまいました。スタンガーを発動した状態であれば、ポイズンの暴れでもそこそこのダメージですね。ショーピーをガードさせてコマ投げする予定でしたが、コマ投げ前のショーピーに当たってくれました。ラッキー。ラウンド2です。ラウンド2センターいいですね。かなり使えます。あ、ハートレードからのコンボを見せてしまいました。このハートレードからのコンボが地味に苦手です。画面端に追い詰められてしまったので、じっくり耐えていきましょう。ダンスですね。しっかりと剣を決めてダメージを稼いでいきます。ブカリガーを発動したポイズンの攻撃力はなかなかのものです。めっちゃラッキーです。技のタイミングが落ち球に当たってしまいました。対空後にコマ投げをやろうと思っていたのですが、ゲージがなかったです。ちゃんとゲージを確認しないとですね。最終ラウンドです。危なかったですね。下大ピンにジャンプが刺さるところでした。相手の技をしっかり対空してきますね。やっとです。ダメージを全く稼げていません。序盤の目的が何回か当たっただけですね。この攻撃は落とせないですね。エフェクトブトンガー発動です。ラッキーですね。序盤でハートレードが当たりました。これでいい感じに強い行動ですね。5スキルが強くなります。私は対応しています。相手の体
力が少ないので。これがやりたかったんや。計画通り。カートレードって便利。ご視聴ありがとうございました。また見てね。